駅舎内部ホーム前継立東駅は、滋賀県立東市へそ2丁目にある、西日本旅客鉄道東海道本線の駅である。駅番号は、JRA23、琵琶湖線の愛称区間に含まれている。相対式ホーム2面2線を持つ、地上駅で、京上駅舎を有する。ホーム有校長は12両編成分。 走行費は5億5200万円でそのうち90%を地元自治体が負担した西岸駅である。改札口は1カ所のみである。分岐器や絶対信号機を持たないため、停留所に分類される。JR 西日本交通サービスによる業務委託駅であり、草津駅が当駅を管理している。移行か利用可能駅であり、移行かの相互利用対象カードも使用可能。 日中時間帯は1時間に4本が停車する。長時間帯は本数が多くなる。大阪方面行きは京都駅、高槻駅から快速となる。2019年度の1日平均乗車人員は1万1976人である。1991年の開業時は他の駅と比べて著しく少なかったが、大型マンションの建設や住宅開発が相次ぎ、 近年に至るまで増加傾向が続いている。2019年の利用者数は、滋賀県内では、第10位、琵琶湖線内の新快速通過駅では、瀬田駅、ゼゼ駅に続く、第3位の乗降客数となっている。滋賀県統計所によると、近年の1日平均乗車人員推移は、下表の通りである。駅の西側は、比較的古くからの住宅地がある。 東側はかつて田園地帯だったが、駅の開業で区画整理されており、マンションや商業施設が林立している。ありがとうございます。